今私はですね、渋谷の道玄坂のマークシティの出口のところにいます八百屋カフェさんというところに伺うんですけども、向かっていきたいと思います。今日ちょっとね、たまたま近くに歩いていたニューボーイの人を見せてるんですけども、私が食べている様子を見てください。ここね、お料理屋さんならばクラブだったんです。なぜか比べたらおはやさんに変わりました。八百屋っていうぐらいですから、多分じゃなくて絶対にお野菜の料理が出てきますけども、とても美味しいのでゆっくりと紹介したいと思います。というのも、なんかでもローテンションでしたよ今。バカじゃないの、ハイテンションなんか誰も求めてないわよ。話？怖い。イエーイ、今日は野菜料理をたくさん食べたいと思います。やった方がいいよ。知らないです。私安らぎ系だもん、安らぎ系だもん。トマトとね、今日のワンピースが合うんですよね。イタリア人みたい。イタリアから来たマリア、マリアいます。渋谷まで銀座線乗ってきたのかな。この格好じゃないですけど、上にパーカーを軽く羽織って、はい、どっちみち。なんで電車の道は悪いの。腕が出てるかどうかも知らないから。電車線乗ってるとこ撮ってないんですか。撮るわけねえだろうよ、許可も得てねえのに。座ったんですか。立ってたわよ、ずっと。でも5時10分ぐらいに渋谷に着いちゃってて、マークシティに座ってて、座れば目立たないかなと思って。目立ちますけどね、絶対。目立つよ。マークシティにいないですね。なんなの、人を怪物扱いしてさ。違う違う、お清さんみたいに綺麗な人いない。わかる。松坂恵子みてえだもん。松坂恵子みてえだもん。最近何かけてるんですか。なんか最近物を落とすようになったから、こういうね、マッキンを膝にかけないと壊れたりする。前からじゃなくてですね、日本中過ぎてからそういう事故が増えてきます、ね、手元がおこつかないんですか。ひどいねえよ。またその T シャツで営業先行ったのか。いや、これ悪いやつじゃないですよ。うわぁ、おいしそう。前菜の盛り合わせ、前菜の盛り合わせです。シャンパンが今来ましたよ。イチゴのグランクリのシャンパン。イチゴのグランチボーですね。え、リーチボー。リーチボー。リーチボー。バケットの上に乗っかっているのはマッシュルームで作った自家製のエバーペーストと、農薬のイチジク、缶を高ワインでジャムにしたものです。うん、愛知県田原市の内藤さんのイチジクを使っています。内藤さんのイチジク。あとね、無農薬、肥料で堆肥も使っていない人参とキュウリの方は、埼玉県富士見野の関谷さんというオーガニックでとても有名な農家のお野菜です。人参は干しイチジクとレーズンとバルサミコ酢とエクストラバージンオイルとタイムでラペにしています。はい、キュウリの方は今日塩麹と一緒に合いました。私肉の麹です。はい。それで、あとこちらは農水大臣賞を取った有機のトマトをですね、メカーブと菜の花畑っていう中央林間の赤キャベツ、赤オニオン、赤玉ねぎを使ってメカーブと一緒に合わせたんです。はい、あとちょっと生ハムとオリーブ。マス召し上がってください。美味しそう、ありがとうございます。お疲れ様でした。お仕事ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。じゃあ、こっちからまずいただきます。甘さが際立って、おいしいです。美味しそうなスープ。これは今度さつまいもと、こっちの農家のじゃがいもの一緒は。いただきます。もうちょっと甘いのかなとか、こってりしてるのかなとか、さっぱり。美味しい。昆布？昆布。説明されたじゃないですか。メカブ。メカブ。メカブ好き。本当に食べてるんですよ。メカブが超美味しいんだもん。メカブだけ食べちゃダメですよね。マリアージュを楽しまないとね。メカブの海の香りとトマトとお酢と玉ねぎのマリアージュ。ボーネ。これいつも好きなんですよ。レバーペーストとイチジクのジャムと、なんすかこれ。わかんないのかよ。でもやっぱり一緒に食べた方が美味しいから、混ぜた方がいい。レバーペースト、別にあの生臭いってわけじゃないんですけど、独特の風味があるんですけど、チジクと合わさると、マリアージュ。またマリアージュって言っちゃって、マリアージュ詐欺みたいな感じになっちゃうから、あんまりいいですけど。マリアージュ詐欺みたいな。全然見えたんだけど。
んじゃないの。それを取った方がいいですよ。おすすめしてサジェスチョン。サジェスチョンです。それを取った方が確かに取りやすいです。あ、美味しそう。味付けも上品な感じで野菜本来の味をしっかりと分かるような感じです。なんかちょっと親子の人お母さんみたいな。お父さんじゃなくて。聞きました今。言葉の暴力。アンビリーバブル。アンビリーバブル。トマト美味しい。じゃあもっとがつけば。ズルズルズル食べればいいじゃん。メカブごと。一緒には食べれないですね。これ使えば。食べさせてあげようか。このスプーンでかかってる。どうだ。いや同じぐらいだ。あんたが持ってるから。ほら同じぐらい。栄養状態悪かったんだね。仙台大好きです。行ったことないから。どうやったら満足すんの。どう仙台を褒めたら。美味しいものもいっぱいあるねって。食べ物の話すればよかったの。素直に畑に感謝をしたい。畑さん育ててくれてありがとう。そくさい、うん、すごい綺麗に写ってる。花しか食べてもんでね。綺麗だ。ありがとうございます。すごい。スパゲッティなんですけど、スパゲッティ先ほどの農薬のプレミアムジェノベーゼで万願寺唐辛子と焼き北海道のイクラです。バジルは自家製ですか。ひょっとしてこれフレッシュバジル。そうですね。これが今日届いたバジルの味がすごい。マイイイイ。やっぱり違う。バジルの香りとイクラの海の香りとソニア味まとまり合うよね。ちょっとマケンさんが食べてるところが私が食べてるのをおかずにされるような方もいらっしゃる。沖縄の県民町ってところのしばらく今日で作ったソースとピクルスをちょっと添えてるんで、新生姜のとピクルス肉です。お得意です。しなやき赤身のね焼き加減ちょうどいい感じ。レアミディアムレア。本当にこのデカいのと食べてもらうんですよ。デカいの食べてもすればいい。もう草しか食べさせていないブラウンスイスというシナスカルノッツァっていうチーズを使ったナスとミートソースのパターンです。チーズがちょっと味が違う。味の決め手はバターです。バター大好き。バター大好きここから招くから皆さん他に塗ってますか。バター塗ったら何か舐めさせられてるみたいな。取ってるんだから何かって言ったじゃん。だから気をつけて。バターを塗ったバゲットの話ですよ。何か大きな誤解を。バゲットって覚えてよかったですね。さっきは全然ねちょっと伝えられなかったんだけど。あったもんね。年取るからね。バゲットぐらい知ってるわよ。バジで食べれるってことですよね。バジの国の人のもの。箸で食べるって言ったらそばからフォークで食べてて、これが B 型。あ、はあ、リンゴだ。リンゴ。ピンクのソースは中央林間の七色畑さんの固まりに作ったソースです。あと塩麹とつけた大豆ピオンで調理しました。リンゴと豚を一緒に食べたんですけど。肉と果物ってすごい合うの知ってる。一緒に食べてみて。美味しいから食べて。うん、あら、もう完食です。美味しいもんはね、
早く食べないとダメなのよ。早く食べないとダメなのよ。今早く食べなさいよ。なんで働きがこそうとするんだよ。肉がやっぱり急げんですよ。どうぞ、ゆっくり食べて。いや、最低。ゆっくり、ゆっくり。どうぞ。召し上がって。私は本当に人を焦らせるのが大嫌い。本当バカみたいだと思う。これは何？リズムだったんだよ。いやいや。シャンパンにも合うと思います。かぼちゃのケーキと先ほどのイチジクのこのこのために作ってるちっちゃいイチジク、これを醤油にでこう包み込んでいきます。おお。美味しいですね。どうしよう、美味しいです。スイカもあったけど、スイカをゆっくりさせて、揚げ人間になると思って、わかります。イチジクのちっちゃいのってなんとなくエロティックだよね。確かに。うん。あるあるだよ。エアコンでしただけの。だから出された早く食べないとどんどん美味しくなくなっちゃうよ。皆さんそれぞれのスピードで召し上がってください。私は早く食べたいな。美しくて長持ちがあって、なんかそんなこと言ってないのに。じゃあこの、いやいやいや、パパは喋るよみたいな。パパだと思ったこともないですよ。ちょっと影で言われて、今日パパ、今日パパって。肌も綺麗だし。今日パパ。お風呂入んない方がいいわよ。もう会わないでしょ。なんで伊藤さんが好きなの？気持ちが入ってないのよ。いやいや、それはね、東北人だからなんですよ。寒い。意味がわかんない。富士開けねえのか、おめえ。先代の人間は富士も聞けねえのか。寒いから。寒くねえって食べよ、おめえ。ひきよしさん、先代は寒くないんですよ。だから来てください。いざ聞いてみたら寒いから口が開けないとか言って。高齢者を騙す俺詐欺みたいな。高齢者って。